い、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、なんとあやまるさん出版記念で初コラボをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。あやまるさん、よろしくお願いします。チキチキこんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。あやまるさん、本出しましたもんね最近ね。じゃん、1分ヘア革命という本を出させていただきました。僕も買わせていただきました。もうおめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに僕も、皆さん覚えてますかね、僕も出してます。まあ同じような感じなんですけどね、僕はちょっと男性目線でやってるのと、あやまるさんは違う角度で女性目線で作ってる本になりますので、女性目線、男性目線、まあ両方買ってもらえると皆さんいいかなと思いますんで。でもこれ全然私が見てもめちゃくちゃ可愛い、うん、女性のためにすごくなりますね。なるように作ってもらいます。はい。で、別であやまるさんの動画に僕が出演させてもらって、1分ヘア革命のアレンジをね、僕もちょっとやらせてもらったので、はい、それも概要欄に貼ってますので、皆さんそこもチェックしてみてください。ということで早速ですね、あやまるさん、はい、僕の本のヘアアレンジをやっていただこうと思うんですけど、はい、大丈夫ですか？さっきのあの本ですよね。そうです、そうです、そうです。ぜひぜひそれを今からちょっとね、あやまるさん目線でやってもらう。はい、ちょっとね、それも見たいかなと思いますんで、ぜひちょっとチャレンジしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではアレンジをやっていきましょう。今回のアレンジはあやまるさん独自でやってもらいますので、この本とは少し異なる部分がありますが、ご了承ください。では早速、あやまるさんにこのヘアスタイルを作ってもらいます。はい、はい、よろしくお願いします。まずはアレンジする前に必ずブラッシングやってください。で、ブラッシングするときは必ず毛先の方から順番に上に向かって溶かしていくと、髪の毛に負担がなく溶かすことができます。このブラッシングやるだけで本当に仕上がりも違うし、やりやすさも変わってくるので、ちょっと面倒くさいかなって思う時もあるんですけど、でも絶対にやってください。はい、そしたらまず髪の毛を受け取っていくんですが、この耳の後ろあたりで縦に割っていきます。でもざっくりで大丈夫です。あんまり神経質にならずに、もう前と後ろに分かれてれば OK。 こんな感じです。反対も一緒です。耳の後ろら辺で髪の毛を分け取ります。こんな感じです。そうしたら、この横の髪は前に置いといて、後ろの髪の毛を結んでいきます。だいたい結ぶ位置は、この耳と同じぐらいの位置ですね。耳の延長線上のところで結んでいきます。で、ある程度、しっかり結べたら、最後は結び切らずに、こういうキュッと、お団子で止めておいてください。はい、ここで渡辺ポイントです。あやなさんの髪の毛ってね、ちょっと長いじゃないですか。で、お団子にした時に毛先がちょっと余るので、長い人に関してはこのゴムの部分に巻きつけてピンだったりとかで止めておいてください。短い方はそのままでも OK です。ということで、よろしくお願いします。はい、私は長いので毛先をあらかじめ止めておいて、はい、これでベースのお団子ができました。そしたら次、この横の髪の毛をロープ編みにしていくんですけど、髪の毛を2つに割っていくんですけど、横で割っちゃうとねじった時にこの顔周りがくしゃってしやすくなるので、私は縦に割ってロープ編みを作っていきます。なので最初にこの分け取った形と同じように真ん中で割ります。で、この状態で手を後ろに持っていく、もう後ろに後ろにっていう気持ちでロープ編みをやっていきます。横にこのまま作っていくと、後ろに持ってた時にここがボヨボヨになっちゃうので、もう最初から後ろに向かってやるようにロープ編みを作っていきます。まずこの前側の方の髪の毛を後ろに向かってねじります。そしたらこのねじった前の髪の毛を後ろの髪の毛の下に重ねます。で、また次、前に来た髪の毛を前から後ろに向かってねじって下に重ねる。これを
繰り返してやっていきます。もう後ろに向かって作っていってください。そうするともうここがピシッと綺麗になります。でこのロープ編みを毛先の方まで作っていったら、このロープ編みをほぐしていきます。でほぐすときは下から順番にほぐしていくとやりやすいかなって思います。上からやっちゃうとどうしてもやっぱりこの辺がキツキツなのでなかなかほぐせなかったりするので、最初はもう下の方からもういろんな方向に360度こっち引いたりこっち引いたりこっち引いたりいろんな方向に引き出してください。もう爪と爪で細かい毛束を引き出すようにいろんな角度からどこから見てもほぐせているように引き出していきます。結構豪快にやっちゃっても可愛いかなって思います。はい、こんな感じで今ほぐせました。はい、ここで補足なんですけど、あやまるさんはこのロープ編みの分けるときに縦で分けて、でそのまま後ろにねじるっていう感じでやられてたと思うんですけど、本では横でやってます。注意点としてはボヨボヨになってしまうっていうのが注意点なんですけど、横に持っても下の髪の毛を後ろに引っ張りながらロープ編みしていくことによってここのサイドはボヨボヨにならないので、やりやすい方でやっていただければなと思います。そしたらこの髪の毛を左側に持っていきます。で上から下に向かってこのロープ編みを巻きつけていきます。で毛先がもうこれ以上巻きつかないっていうところまで来たらピンで留めていきます。開いた状態の間のところに毛先を挟むようにピンを差し込むと1本でもしっかり留まります。今こんな感じで右側のロープ編み巻きつけました。ピンの部分なんですけど開いた状態で毛先を挟みます。でそのままこのピン先を根元にぶっ刺します。で横に倒して中に入れ込むと、こうすると綺麗にピンが止まります。はい、でさっきロープ編みをねじって巻きつけてねじって巻きつけてってやっていたと思うんですけど、正直結構頭こんがらがってわけわかんないってなっちゃう方もいると思うので、そういう方はもう普通にねじるだけで大丈夫です。ただこれもさっきと一緒で必ず後ろに向かってやってください。そうじゃないとここがボヨボヨになっちゃいます。ではこっち側は簡単な方のロープ編みでやっていきます。同じように縦で割ったらもうそのまま前の髪の毛を下に重ねて、前に来た髪を下に重ねてってただねじるだけで OK です。はい、これでただねじっただけのロープ編みが完成です。そしたらさっきと同じようにまたロープ編みをほぐしていきます。下から順番にほぐしてくださいね。でさっきのねじったロープ編みとこの普通のロープ編みの何が違うかっていうと、さっきのねじりながらのロープ編みは反発しながらねじり合うので崩れづらいです。でもこのただねじっただけのロープ編みだとこの今持ってる手離しだとシュルシュルシュルって取れちゃうんですよね。だからより頑丈なアレンジを作りたいときはさっきのあのねじって作るロープ編みを覚えるといいかなと思います。はい、こんな感じで左側もできたのでこの毛束もまたさっきと同じように巻きつけていきます。右側に毛束を持ってきたら上から下に向かって巻きつけていきます。ギリギリのところまで巻きつけたらさっきと同じようにまたピンで留めていきます。はい、これで全体が一旦完成いたしました。ここからほぐしを加えてもっと可愛くしていきます。ほぐしたロープ編みがあるんですけど、さらにまた微調整でロープ編みのほぐしを加えていきます。まあ、でもベースでほとんどほぐしができているので、そんなに引き出さなくても微調整ぐらいで大丈夫かなと思います。はい、で今私見ての通りすごく絶壁なので、今度はこの表面の部分もほぐしていきます。本ではこの表面のほぐし方に関しては丸みをつけるようにシルエット重視で作っています。この方法だとアレンジが苦手な方でも綺麗なシルエットに作れます。あやまるさんの方は
細かくつまみながら引き出して凹凸が出るような仕上がりにしています。この方法だとふわふわで可愛く仕上がります。私のほぐすポイントはもう全部を細かい毛束で引き出す。そうするとふわふわに見えます。まずは真ん中から、まずはこのぐらいですね。気持ちは 2,3 本の毛束を引き出す。それでもやっぱり10本20本が一緒に出てくるので、最初は細かい毛束を引き出すイメージでやらないと結構ボヨボヨになりやすいので、 2,3 本の毛束をつまむっていうイメージでやっていきます。だいたい指2本分の間隔でこのお団子に対して扇状に引き出していくとバランスがいいかなと思います。はい、これで表面の部分ができたので、次はこの横の部分もほぐしていきます。横の部分も一緒で、耳上から細かい毛束を引き出すように、ちょっと耳はこういう風に下に下ろして3分の1ぐらい隠してあげるとよりルーズ感が出て可愛いと思います。で、ここも指2本分の間隔でほぐしを加えていきます。もう横とかは特に本当に細かい毛束で引き出さないとボヨーンって出てきちゃうので、もう優しく優しく細かい毛束を引き出すようにほぐします。もうすでに全然違いますよね。同じようにこっちも引き出します。まずは耳上で、だいたい指2本分ぐらいの間隔で束を引き出します。この横のロープ編みの部分結構緩めになっているので、あんまり強く引っ張らないように気をつけてください。はい、これでまた全体のバランスを見ながらほぐしていったら、これで完成でーす。じゃーん。はい、ということで、矢野さん、お疲れ様です。ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛く仕上がりましたよね。嬉しい。やっぱやってみてどうでした？このポイントみたいなのちょっと聞きたいなと思うんですけど。ポイントは、ロープ編みを作るところ。なんですけど、皆さん多分分けるってなったらそのまま横にパッて分けちゃうことが多いと思うんですけど、それをあえて縦に割って分け目を見せないっていうところだったりとか、この横が綺麗に締まるように後ろに向かってロープ編みを作っていくところ、あとは私みたいな鉄壁さんは特にそうなんですけど、この表面の部分を細かい毛束で引き出すっていうのがポイントなんじゃないかなって思います。はい、でこのアレンジはカジュアルにも使えるし、で結婚式だったりとか二次会、お呼ばれヘアにもできるアレンジになってますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日も動画を最後まで見ていただいて皆さんありがとうございました。今後もね、皆さんが可愛くなれるような動画を今後とも作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。あやまるさんの方でも動画出てますので、またリンク貼っておきますので、そちらもご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。